ちは。今日は作品紹介をしていきたいと思います。私はスクラップブッキングインストラクターをしているので、年間で毎年たくさん作品を作ります。なので私の作った作品をこれからちょこちょことご紹介していけたらなと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず第1弾はこのタグです。インスタグラムでの交換会用に作ったタグなんですけども、ペーパーを指定の大きさに切って、こんな感じでここをシェーカーにしてみました。このペーパーはアメリカンクラフトのリジーのコレクションになっています。でこのラブと吹き出しは台なんですけども、これはローンフォーンの台です。ペーパーをお花柄のペーパーがあったので、それを切り出して貼ったり、ここもお花をたくさん切って重ねて貼りました。葉っぱも重ねて貼って、厚み立体感を出すためにポップアップをしています。これも全部細かく切ってありました。この辺りはテアリングビリビリと破いて、ちょっと動きを出しています。このシェーカーのスパンコールは結構お気に入りで、このフェイクトッピングっていうでしょうか、これを入れてカラフルにしてみました。このドイリーはところどころ使っておりますが、これはドゥードルバグのドイリーです。でこの大きいスパンコール、かなり大きさがあるんですけど、大きいスパンコールがカスタムアートファクトリーさんで買ったスパンコールです。これを大小2種類貼りました。であとはハトメを留めて引き揃え糸をつけました。こんな感じのビタミンカラーのタグを作りました。裏面ですが、裏面のちょっとこの台紙、オレンジのこの台紙の裏があまり気に入らなかったので、裏面も簡単に作りました。これはビリビリと破いて、またペーパーを3枚重ねて、で先ほど切ったと同じフラワーをお花をここに切って3枚貼りました。これは私のインスタグラムのアカウント名です。こんな感じで後ろも簡単に作ってみました。タグってなかなか作る機会がないんですが、今回交換会を機に作ってみて、このサイズ感がとっても作りやすくて、サクッとできて楽しかったので、またぜひ作ってみたいなと思います。